こんにちは、この花の寒月です。今日は腰回りをすっきりと見せる笹結びをご紹介したいと思います。帯の形はこちらになります。はい、それでは早速巻いてまいります。手先はいつものように半分に折っていただいて、ご自分の中心からだいたい手幅いっぱいのところですね、矢印のように折っていただいて、縦締めか縦紐にピンチで留めておきます。帯を巻いていきます。はい、1周目いきましたら、ピンチを外して、ここでグッと締めますね。帯をちょっと締めます。はい、そして手先を下ろして、垂れ先をかぶせます。そして一度全部引き抜きますね。帯を全部引き抜いて締めます。はい、そしてですね、これを垂れ先を畳んでいくんですけれども、だいたい目安がご自分の腰幅ぐらいと思ってください。帯の中に挟んで、ちょっとこういうふうに羽を作っていくようにしていきます。はい、これ折り返していきますね。最後はね、ちょっと挟む感じなので、この折り返しが短くていいです。はい、そうしましたら束ねた下を持っていただいて、帯を折り返しますね。そしてこの中に入れます。そしてあとはですね、引っ張りながらちょっと調節していきます。この羽の大きさを、お好みに大きさを調節していきます。はい、バランスを見ていただいて、一番手前側ですね、ここの輪っかに、先ほどの半分に折った手先を通します。はい、この形を作っていただいて、羽を手先を広げますね。でここちょっとストッパーになるので緩みにくくなります。そしてですね、これでも可愛いんですけれども、腰回りが気になる方は、垂れ先ちょっと広げていただいても大丈夫です。お尻周りをねカバーしてくれるので、こういうふうに広げて、されても大丈夫です。シンプルにこういうふうにねされても素敵かなと思います。これはもうお好みで、帯結びしてみてください。はい、帯はこちらで完成です。はい、そうしましたら、垂れ先を曲げて、ピンチでしっかり留めていただいて、脇を持って回します。はい、忘れないうちにピンチを外します。帯板を入れます。はい、帯板を入れたら、こちらで、完成です。簡単に結べて、すっきりと腰回りをカバーしてくれる帯結びです。よろしかったら参考になさってみてください。本日もご視聴ありがとうございます。励みになりますので、チャンネル登録、温かいグッドマーク、どうぞよろしくお願いします。それではまたこのチャンネルでお会いしましょう。本日もありがとうございました。